皆さんこんにちは、藤吉和です。今日は皆さんに報告があります。チームのリリースでもあったように、僕の入団するチームが決まりました。そのチームは三重ホンダヒートです。今日は、そのことについていろいろと話していきたいと思うので、いつも通りインタビューは佐藤君でやっていきたいと思います。じゃあ佐藤君お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、決まりましたね。決まりましたね。ついに発表になりました。はい、ついにあのチームからのリリースが出て、まあ、正式にね、皆さんにお伝えできるのは嬉しい限りですね。どうですか、今の心境としてはどういう気持ちですか？ワクワクしかないかなっていう感じ。楽しみはね、なんかまた新しい挑戦が始まるというか、はいはい、なんかこう、また新しい仲間と新しい環境で新しいファンの皆さんとこう前に突き進めるっていうのはすごく楽しみだかなっていうふうに俺は思うかな。いい選手、藤田義和としては移籍は、初めてっていう。そうね、まあずっと6シーズンあの埼玉ワイルドナイツの方に、まあ、お世話になって、いい経験もすごくさせてもらったし、まあ苦しくて辛い経験もたくさんあったけど、この6年間すごい成長させてもらったと思うし、本当にワイルドナイツには感謝してますし、ワイルドナイツをこう去る時もあのみんなこう明るく送り出してくれたから、本当にもう感謝しかないかなっていう感じかな。たくさん思い出が詰まった。いやほんまよ、ほんまにホームタウン熊谷であったりとか、まあ、前のねホームタウン、まあ、太田、群馬県太田市、はい、の動画とかも、ちょっと撮りたいと思うので、またそれは楽しみにしておいてください。いやたくさん思い出ありますよ。いやほんまよね。俺も何回行ったかわからんもんね。試合めっちゃ見に来てくれたしな、ね、なんか本当に茨さんとかねね太田イオンとかね、確かに確かに、あのスタバとかね、はいはいはい、本当たくさんいい思い出がありますよね。はい、三重はあんまり行かないですか、これまで。そうね、伊勢神宮が何回か行ったことあるぐらいで、はいはい、やけど鈴鹿っていうのは多分ないかもしれない、初めて。鈴鹿といえばね、なんか F1 の、そうね、そういう、まあ熊谷がなんかラグビータウンやったら、鈴鹿はそういうね、はいはい、車というか F1 のそのレースの街みたいな感じがあるから、そういうのも楽しみやし、でもそこでなんて言うのかな、もっとこうラグビー を広められるように頑張りたいなっていうふうには思うね。まあ、多分ファンの皆さんも思われてると思うんですけど、まあ、リリースにはこういろいろこう、ね、テキストというか、まあ、文で発表はさせてもらったと思うんですけど、うん、なぜホンダヒートだったのかっていうのは皆さん多分気になると思うので、ぜひ教えてもらえますか。そうね、あのまあホンダヒート去年2部であの入れ替え戦にも、行って NEC と結構いい試合をしていて、まあ、見ている中ですごく勢いがあるチームで、まあ、ここで挑戦したいなっていう気持ちが、まあ、すごく高くなって選んだっていうのは一つと、あとまあ自分自身あの、まあ、ラグビー人生としてここからが第2章のスタートかなと思っていて、やっぱりこう、まあ、オリンピックとかも経験させてもらったけど、まだ15人制ではプロになってはなかなかね自分の思うようにはいけてないところがあるから、ここから藤田義和第2章として一つ一つステップを駆け上がっていきたいなっていうのは強くあって、でもその挑戦を一番こうできるってなるとホンダヒートなのかなっていうところで、まあホンダを選んだって感じだな。なるほど、うん、まあ、ずっと7人制に専念させてもらってて、去年1年ね帰ってきてなかなかいいシーズンにはならへんかったけど、まあ、15人制久しぶりの2年目ということで、本当に楽しんでチームに貢献できるようにやっていきたいなっていうふうには思いますね。じゃあその中でファンの方々とかに、うん、まあ、どういうプレーをこう見てもらいたいとかっていうのはありますか、新しいチームで。こうやっぱりね、昔からこうダイナミックなランニングっていうのところが強みだと思ってるので、やっぱその強みであのチームを前に出したいなっていうふうには思ってるので、そういうダイナミックなところも見てもらいたいし、ワイルドナイツで特にやっぱりディフェンスの部分強化してきたので、まあ、そこも見ていただけたら嬉しいなと思います。トライを目指して。そうね、まああのトライもそうやし、あのトライにつながるアシストであったりとか、もう本当チームに一つでも貢献できるっていうところが大事だと思うから、ほんまにこうチームのみんなとつながってやっていきたいなっていうふうに思いますね。今のところ予定としてはあれですね、2部のチームも含めて全てのディビジョンが2022、23シーズンはあれですね、
12月に、そう、今年の12月から、スタートっていうふうにこの前、はい、発表があったんで、あと4ヶ月ぐらいなんで、まあ、しっかりね新しいチームなんで、あのよりこうチームのみんなとコミュニケーションを取って、一日でも早くねチームにこう馴染んでいきたいなっていうふうには思ってる。まあ、2部っていうのは6チームで、6チーム中あれですね、3チームは関東ですね。そうね、だからまあ大学からずっとこう関東にいたんですけど、まあ、久しぶりに関東を離れるということで、もしかしたら、まあ、まだちょっと決まってないんですけど、ホームアンドアウェイになって、まあ、関東での試合も行われるので、ぜひ見に来てもらいたいなと思っています。いや、またそわそわ緊張しながらこちらとしては見れるシーズンが始まるんですねそうね、やっと、そうね、去年はね、なんか1試合だけやったからちょっと悔しかったけど、またみんなに見てもらえるように頑張ります。いや、楽しみっす。いや、ほんまに新しい土地、新しい仲間、最初にも言ったけど、今ほんまにワクワクしてて、こう東に行く時の感覚、京都からぐらいワクワクしてるかなと。だからなんか中学から高校に上がる時に、全然知らん土地に行って、新しい仲間とこうラグビーをするっていう、この楽しさっていうところ、そういう感覚で今はいます。三重ホンダヒートに入って展望じゃないですけど、そういうのがありますか？三重ホンダヒートがまず一部に上がるために、全力でコミットして頑張りたいなと思ってるし、まあ、個人的には、まあ、ラグビー人生の第2章の始まりということで、ここから駆け上がっていきたいなと思うし、まあ、本当にこう新天地で、まあ、ずっと僕の目標である子供たちであったり、ファンの方々にこう夢を与えられるようなプレーをして、自分自身も成長してまた大舞台に戻りたいなという思いがあるので、そこに向けて全力で頑張っていきたいなと思ってます。まあ、これでこの動画はちょっと締めくくりたいと思いますけど、はい、最後にちょっと改めてファンの皆さんに一言もらえますか？いつも応援してくださってる皆さん、新しいチームが決まりました、いい報告が、できたことを嬉しく思います。これからも、頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではさよなら。さよなら。